山田さんドラゴンズ今年ルーキーが非常に試合に出ておりますあ出てるねよくね村松選手、うん、福永選手なかなか息がよろしいお息がよろしい、うん、はい彼らは今は監督とかコーチそしてファンの皆様にアピールしてる感じだよね、ええ、そうですねそうですねあくまでもチームのためとかね、はい、それよりもまずは自分の力を 自分の野球の形を監督に認めてほしいコーチに認めてほしいファンの皆さん「私頑張ってます」というこうそうですねこれはこれでもうがむしゃらに自分のいいところアマチュア時代にこれが認められたんだというところでプロに入ってきたわけですからはい、はい、そういったところをもう全面に出すオッケーですそれででいいです勝敗を背負うまやしかわいそう <laughs> いいの偉いしてもまだ。 そうですね。痛いところでミスはあります。エラーもあるし、総類ミスもあるし、バント失敗もあるし、打てないもあるし、彼らはね。私はねこの3人ぐらい見てたね。何がこの彼らに期待を持てるかっていうのはね。彼らはスピードを持ってる。あはい。あ、そうですね。スピード感はい。はいで、普通はね。こう入ってきた。まあプロに入ってきて一番戸惑うのはプロのスピード感なんですよ。ついていけないのが。 ピッチャーのスピード走るスピード守備のスピード投球のスピードす全てにスピードが、ね、求められてそこの中にパワーが必要になってくるんですよ、はい、あプロは、はい、それにまずは戸惑うわけそうか それこそ荒木井端の洗い場コンビにも聞いた時に最初普通にショートゴロセカンドゴロをさばいたつもりが、うん、結構一塁ギリギリだったっていう,うバッターランナーの足の速さ<う>えみたいなものにまず気づいたり、うん、そうそれとねやっぱり完全にセーフだと思って走ってのがアウトだろうとかねあそうですよね。 逆にその敵チームの内野手の取ってからの速さ肩の強さにびっくりする外野手の強さとかね守備範囲とかねああいうスピード感にねやっぱりびっくりするのだけどこの人たちはねスピード感があるこれはまず合格だから使えてるんだだから使えているということですねこれができなかったら使わないはあ。ううんん。そんな中いろいろな動きがありまして痛かったのが 木下拓正捕手の離,脱、ね、保守の離脱っていうのはチームで一番まあどこも視力が離脱って痛いけどキャャッチャーの離脱は痛いよねしかも各球団2番手捕手と正捕手の力量の差があまりない球団もあって併用でうまくやっているチームもある一方で割とドラゴンズは木下拓也選手頼みのところがあった。その 頼みの綱が切れたそして緊急トレード、うん、日本ハムとトレードがありまして中日から軍事選手と山本投手日本ハムから宇佐美選手と斉藤投手が入ってきました宇佐美はいいねそうですねもともと巨人にいてそうそう打てるキャッチャーう、うん、それでハムでもねあのー、結構去年なんか使ってくれてたからね、はい A で今年はほらオリックスから伏見とか行って同じように使ってるけどやや伏見が抜け出した感があったからさらさに中日から。 アリエル・マルティネスも移籍していて、そうそうね、彼らが出ていて、例えば清水選手、キャッチャーです、うんうん、そして宇佐美選手などの出番が、若干、日ハムの中で減ってきてはいたんですよね。あのね、ちょっと印象がなくなってきてたね。うんはい、だけど、中日へ来たらチャンス、うん、やっぱり十分、はい、木下がああいう状態になったんでね。えー まあ、その全く経験ないかってはそんなことないから、はい、大丈夫だと思いますよこれまた報道によると中日からの積極的な交渉があったということでうん、うん、山田さんこのコーナーでトレードの裏話うん、噂に出てるものは結局成立しないしないしにくい突然出るからトレードなんだとこれは水面下で、うん、僕思うに木下拓哉選手が怪我したから急に慌てて日ハムに連絡する って言うのだったら急に決まりすぎだなと思ったんですよねそういうことはないですねですよねはいないです私も山田さんのお話を聞いていたのでこれ結構前から木下拓也選手に次ぐキャッチャーは欲しいと思っていたはずもうそれはもうねずっと水面下で探してるはずです各チーム、ねうん、そうですよね、うん、それなかったらはい木下拓也選手次のキャッチャーどっか取ってき<お>そんな、はい、早すぎるんですよそんな簡単にできたら トレードなんかま簡単すぎて何の策もいらない。しかも怪我していなかったらじゃあこのトレードがなかったのかっていうと、うん、なんかそうでもない気もするんですよね。可能性はあった可能性あるよね。え験、ー、あるよね。はい。うん、だからまあタイミングがいいっちゃいい。でもなんでしょうねこう複雑な感じのタイミングだったけれども、うん、とにかく二番手キャッチャーは欲しかった。うん、岡田さんねこれがね、はい、フロントの仕事なんですよ。ほ<う>大事な仕事。はい、何かあった時には。 即そういう風うな対処ができるっていう体制と、ええ、そういうことを常に現場とそういう補強とか、はい、トレードとかするときは密にしておかなきゃまずお願いしますっていうのは現場ですよね、うん、そうそう<ー>こういうこういう状態になったんで、うん、ちょっと動いてもらえませんかっていうのは現場、うん あそれと現場はねやっぱ常に言ってますよだって私も監督経験あるからありますけどもじゃあ,あの今のその怪我したでしょあのー、木下拓哉選手私の時もあったんですよほ<う>谷繁怪我しましたよあら谷繁選手怪我しましたか私1年目の5月まで言っちゃなんだけど1位か2位ですよドラゴンズそうです2002年ねはい それで熊本ででで雨の日だったた、はい、かるんみんなにこういう時は怪我するから十分準備運動して、えー、そしてむ無茶なソウル行ったけど無茶な飛び込みとかやめとけの地方球場だ、はい、藤崎大だ藤崎大球場それで彼がセカンドゴロかなんか打ったんでランナー一塁で、はい、それでもうもう何もそんなあの足でアウト間違って間違ってもあもうセーフならんのに一生懸命走っていて肉離れして <laughs> あらそうでしたかそうですよあそこからキャッチャーいないん あらその時に実はいたのは中野とか鈴木とかだったはいはいそうですねまだ全然キャッチャーとしての 中野はバッティングよかったし、肩がもう中野さん、今はブルペンキャッチャーでね、大きい、アジア大学出身彼は人間性がよくてね、いい人、本当にいいやつなんだ結構でも、勝負事になると熱くて、そう、中野さん、でも優しいです、優しい、優しい、優しい、大型キャッチャーでね、彼も使ったけども、バッティングはいいんだけど、肩がね、そして鈴木鈴木、まだまだひ弱い。あ やがてね、うん、オリックスに行かれました細身のイケメンキャッチャーイケメン <laughs> なんだよこれが顔がいいけどただ飯が食えないんだよ <laughs> あ,あ細いあ馬力な馬力がないんだよ食事が細いんだよじゃああの時も山田さん「うん、監督1年目ですさあ今年やるぞ」言ってたんだよもうその時も私ははい 谷繁が怪我した時に、ここの戦力を出た時に、誰をやらすんだってお。お、おお、今のドラゴンズと被りますか、ね。もう木下拓也選手頼みだと、うん、彼がいなくなった時、どうするんだ問題は。2002年にあった。はい。私はだから、同じ経験して。うわ、え、その時に、どっかにいませんかっていう話はフロントにしたんですか。いや、いや、そ、即。あ、そいや、私は。即。私は、そういう。 裏で動く方が好きな人間だから <laughs> 嫌いじゃないんですよ。結構こうもう山田久志という名前は日本球界知らない人いませんから、うんうん、おいどっかいないのかといろいろ人脈を使ってそう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 。ほうだからセリーグはなかなか出せないんですよね。なぜかわかる？あサインの問題とかサインをねまた最初から変えなくちゃいけないそうだシーズン中の同一リーグっていうのは難しいんですよね。うんうん、それ例えば。 ヤクルトの選手とトレードするとヤクルトのサイン全部分かってますからその選手そう,そうそうそうで中日のサインも全部分かっちゃいますから,かから、まあ、また根本から変えなくちゃいけないまあ根本から変えないけどねサインってねそんなに難しいもんじゃないんだ <laughs> あれね若狭君これから野球見に行った時にねサールインベースコーチがほとんどサイン出してるでしょあれ手が動いたりこういろいろあったでしょあ,あれねほとんどカモフラージュ <laughs> 覚えたらこんな簡単なサインはないっていうぐらいのサインだからほう すごいな野球選手っあんなのよく触ってよう分かるなと思うだろうけども、はい、そ,そんなややこしくない <laughs> だけど、はい、トレードなんか同一リーグだったら変えなきゃだねシーズン中の同一リーグが難しい今回も中日と日本ハムでした、うん、しかも交流戦が終わってからっていう絶妙なタイミングでしたうん、うん、交流戦となるとまたやや,やこしいですからね <laughs> そうそう同一リーグじゃない選手同士で交換してるのにあら 当たっちゃうじゃんっていう話になると意味ないですから、うんうん、だから私の時もいやパ・リーグのいるだろうっつって「あはい、ちょっと探してみと、はい」と「谷繁が復帰するまででいいから23回するまんとカバーできるような人いないか」っつって、はあ、キャッチャーが、はあはい、結局見つからなかったっっへえ<ー>うんもう即動くんですね動く動くいやだけど即は動いてもそんなだからそういうことですよね即動いても 取れなかったってことは、うん、今回怪我して、うん、いわば即取れてるっていうのはある程度ね、もう事前にそうそういう話、もしそうなった場合はこういう話を持って行こうかっていうことはやっぱ考えてたでしょうね。 面白いでも表向きには木下拓哉選手の右手の甲の骨折離脱もあったんで緊急補強しましたそして左のリリーバーも欲しかったので取りましたとは言いますよね、うんうん、表向きには、うん、表向きはそうだけどすぐ決まらないそんな1日2日で決まるはずがない <laughs> そんな簡単なもんじゃないこのコーナーをお聞きの皆さん今回の2対2のトレードすぐに決まったわけじゃない、うん と、と私は思いこれは我々の山田さんの見解。うん